はい、では始めていきたいと思います。皆さんこんばんは。毎週水曜日、夜配信しておりますレジェンド東京クロニクル、オンライン説明会、なぜなにクロニクルということでよろしくお願いします。はい、ということで、本日はですね、大会事務局の私安江が、お送りいたしますということで、まずですね、本日は、私安江とそれから、レジェンドクリエイティブプロジェクト、そしてこのクロニクルの主催であります株式会社ジャストビー代表取締役、工藤光明と、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日はですね、5分部門のエントリーの締め切り日でもあったんですけれども、同時にあの30秒部門のエントリー作品の公開日でもあるんですね。ということでちょっと事務局内ちょっとバタバタして、いたんですけれども、本大会の戦場を切って進行していく注目の30秒部門のラッシュですね、まあ、この進行について今日フォーカスしていきたいとは思うんですけれども、まずですね、最初にですね、主催の工藤の方から、お話をさせていただきたいと思います。本格始動にあたりですね、なぜ今回の、大会を企画したのかという部分だったりだとか、まあ、ご挨拶ですね、お願いしていきたいと思います。それでは、工藤さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず、なぜこのクロニクルを、始めたかということについて、お話しさせていただきたいと思います。まず大前提として一番お伝えしたいこととして、決して、この企画、このコロナ禍だからと思って考えたわけでは全くありません。もうこの企画ずっと前から構想しておりましたし、いつかこういったことを実現したいと考えておりました。で、それがたまたまコロナ禍によって、できるタイミングが生まれただけで、もうこれは単なるコロナっていうのはきっかけであって、決して、大会の理由では全くないです。基本的にこの大会のコンセプトとビジョンに、今のコロナ禍っていうのは全く関係ないです。で、映像に関する取り組みなんですけれども、ちょっとレジェンド東京ってやっぱ今まで、やはりその映像に関する取り組みって結構地味に頑張ってきてたんですね。で、ちょっと安井くんこれ共有ってやっても大丈夫？はい、大丈夫です。はい、よいしょ。ちょっと資料を、はい、今までちょっとうちがやってきた取り組みとして、まあ、例えばレジェンドユニバース、レジェンド東京2010、チャプター8から、ライブ配信というものを、やっております。要は、大会がオンラインで皆さん見れるようにということをやっております。あと、レジェンドユニバースからは、事前に、各コログラファーの意気込みインタビューの YouTube 動画とかを撮って、配信とか、やっておりましたと。で、まあ、結局、延期になってしまったんですけれども、ファイナルレジェンド8、こちらでは、まあ、コログラファーを VTuber 化するという企画で、もうここまでいろいろこうできて、あとは公開するのみという段階まで進んではいたんですけれども、まあ、これも企画として進めておりました。で、いろいろやってきたんですけれども、どうしてもやはり、生の舞台というものが主役に考えて、ちょっとどうしても思い切った企画には振り切れなかったんですけれども、まあ、それがこのコロナによって、いわゆるちょっとファイナルアンサーというような、新たな企画に踏み切れたということで、まあ、これを始めた理由、3つ、ちょっとまとめましたと。バブリーダンス、オノマトペ、今だからこそできるこそって、これちょっと慌てて作ったので、もちろん間違えてますね。はい、上からちょっと安井くん。じゃあ、これ何のことって突っ込んでも。まず、一番目ですね、バブリーダンスということなんですけれども、どういうことでしょうか。はい、なんとなく、まあ、安井くん分かると思うんですけれども、まあ、レジェンド東京の企画を、まあ、10年やってて、ちょっとそもそも、ずっとこう問題に思っていることがありまして、で、レジェンド東京は一度でも、エントリーした人が、ことがある振付師の方でしたら、レジェンド東京ってこう、すごい40ページぐらいの分厚いルールブックの企画書があって、で、これを全てのコログラファーさん、大会に出る前に、必ず読み合わせ説明会っていうのをさせていただいてます。で、審査員の方々も全員同じ話をしているんですけれども、その冒頭に必ずこれが出てくるんですよ。このプロジェクトの発想原点と、
まあ、要は時代を動かしてきたエンターテインメント、その要因はダンスにあるということで、まあ、人類史上最も大きな成功を見せた、マイケル・ジャクソンと、で、まあ、スリラーっていうものが、そもそも、アイデアの始まりからあるんですけれども、まあ、いわゆる、この企画書のこのページでは、まあ、そのマイケル・ジャクソンのスリラーを例にして考えてみた場合、バックダンサーたちのダンスのテクニックではなくて、ゾンビをモチーフとしたキャッチーな振り付けや世界観、いわゆるそのテクニックよりもキャッチーな振り付けた世界観がなければ、まあ、スリラーっていうのの成功は成立しなかったでしょうと。で、やはり、ダンスを大衆文化に広めるためには、振り付けや世界観が重要ということで、振り付けや世界観を作るコレオグラファーという存在に、スポットを当てることにより全く新しい可能性が生まれましたと。で、この話は安江君もよく多分何度もしてるし、ご存知の通りなんですけれども、ここでちょっと大きな、問題があったんですよ。そのマイケル・ジャクソンのスリラーっていうものは、決してマイケル・ジャクソンは舞台でとかライブ会場でスリラーを披露して広まったわけじゃないんですよね。スリラーって結局なんで広まったかっていうと、え、セク、なんだと思う？プロモーションビデオですね。映像作品。はい、結局、スリラーは映像作品で広がったと。で、レジェンド企画者はここ近年でそのエグザイルとかアイドルグループとか、ハンリーアーティストの司会に、アーティストの司会に、まあ多くの時代を動かすエンターテインメントではダンスがありましたと。まあ基本的にやはり大衆の方々がダンスに興味を持っていただくときに、まあまず振り付けっていうものは一つ大きな要因ではあるんですけど、その見る媒体というのが大体映像なんですよ。で、そもそも本当のことを言うと、映像制作の才能にフォーカスをした、ものっていうのが、実はダンスを広げるためには非常に必要だったと。で、基本的に、考えてみるとダンス自体、すべてやっぱり映像っていうのは非常に大事なんですけれども、例えば、我々がやってる、大人数小文化だけではなくて、例えばオールドスクール、まあ、ブレイキンだったらそもそも1984年の、まあ、ブレイクダンスという映画があって、まあ、そこからブレイキンって始まったと、広がったと思うんですけれども、ロッキンも、基本的にソウルトレイン、昔やってた番組の、まあ、若い方々知らないと思うんですけれども、そういったものからやっぱ広まってきましたと。で、僕らの時代でしたら、天才たけしがで、元気が出るテレビのダンス甲子園とか、で、ダンスって広まってたんですけれども、まあ、要は、つまり全て映像作品だったと。で、そういったことをずっと、実はレジェンド東京の横浜になり、アリーナでやって、まあ、ちょっとやっぱ集客は思った通り頑張れなかったと。で、どうしたらいいんだって考えてるときに、もしかしてこっちなんじゃないっていうのは、実は5年前から思ってたんですけれども、そこにとどめを刺したのが、あかねさんのバブリーダンスだったんですよ。で、あかねさん、あかねさん、チャプターシップ5のシックスも、で、個人的な趣味を話していくと、僕は基本的にはバブリーダンスよりも、レジェンド東京に出していただいてる作品は好きです。ニューモードとか。けど、バブリーダンスの方が圧倒的にやっぱ広まった。で、まあ、結局映像なんだなと。っていうのをすごい痛感したというのが、まあ、まず一つのきっかけです。で、ちょっと戻しますね。はい。二つ目が、オノマトペということで、これは、エンカウンターエングレイバーズの作品のタイトルですかね。そうですね。安江くん、そのレジェンド東京チャプター6の、現場の評価の時を思い出してみてほしいんですけれども、いわゆるちゃぶ台返し、レジェンド東京チャプター6、非常に素晴らしい作品が揃って、で、どのコレオグラファーさんも、もう5分間をもう最大限にこう、群舞と、もう視覚情報と、もう突き詰めたものが、バンバンバンって10作品続いていって、で最後の最後にオノマトペが出てきてガーンってしゃぶ台返しにこう会場になったじゃないですか。で、これって、まあ本当にライブしか味わえない感動だと思うんですけれども、まあ要はこういう感じなんですけれども、ちょっとこれ視聴者の皆様も、一緒に考えてみてください。クイズです。掛け算。10個数字を言います。掛けてってください。いきます。1かける。2かける、安田君聞くからね、答え。3かける、4かける、
5×2×4×3×1×0 は答えは？すごい難しいですね。ちょっと僕はあんまり暗算じゃないけど、ゼロ。暗算じゃない、実は。そう。だ今まで、多分審査員ってそういう感じなんですよ。今までどん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 一緒にこうなった時、最後にゼロでかけられるから、もう全部ひっくり返っちゃった。っていう大会って、本当にそういう面白さがあるんですけれども、結局 YouTube で配信してるものっていうのは、もうその流れを無視して、大会の一部だけ、まあ YouTube で公開して広げる。まあそういった状態になってるんですけれども、やっぱりオノマトペを、YouTube で公開するとき、すっごく迷ったんですね。で、これだけポッて切り取っても、何も魅力とか、興奮っていうものはもう全く使われない、伝わらないと。まあ実際やってみてそうだったと。で、レジェンドっていうのはやっぱ小作品の大会より、やっぱどうしても後で YouTube 公開像で見ればわかるっていう、後で YouTube で見ればいいやって考えられてしまうことも多いんですけれども、正直それだと、大会の現場で味わえる、いわゆるもう興奮とか感動のもう本当に千分の一もないと思ってます。これもずっと僕レジェンド東京の現場にいて、いつも思ってることなんですけれども、本当に映像だと大会は全く伝えられないんですね。ただ、それをずっと、レジェンド東京の映像を、やっぱりこう YouTube で配信するときに、やっぱりこう一生懸命挑んでいただいてた人たちに、ちょっと申し訳ないっていう気持ちがずっとそれからありまして。で、ちゃんと生のその戦いの模様っていうのを伝えられる手段はないかなって考えたのがこの答えなんですよ。で、クロニクルっていうのは、今やってる企画は、すべての戦いが一部始終ネットで誰もが見れる状態で進行しますと。で、その大会の流れもすべてアーカイブとして残りますんで、まあ、誰が何年経っても検索さえすれば、この戦いの流れっていうのは、もう普通に大会することができますと。まあ、クロニクル自体、歴史の史と言いますか、史という意味なんですけれども、まあ、そういった意味でも、もうこの大会がクロニクルとして、こう広がる。まあ、こういったものをいつかやりたいなと、ずっと、思っておりましたと。ただ、これだけ言っときたいんですけれども、だからといって映像がいいという、映像の方が優れてるってわけではなくて、もちろん舞台には舞台でしかない魅力っていうのがありますと。で、逆に言うと、役割が違うと思うんですけれども、舞台は映像に比べて広がる力は弱いんですけれども、やっぱ熱量とかエンゲージメントっていうのはやっぱ何十倍、何百倍ものの戦いが、ものが経験できると。で、やっぱ僕自身も舞台が好きなんですけれども、ですんで、その熱量が高い体験ができるものと、広めるものを今までごっちゃになってたのを、改めてちょっと分け直した文化の性質を考えて。で、だからこそ、ジャストビーとしては、決してその、クロニクルを始めたから舞台コンテンツから離れたのではなくて、もちろん時を見て、舞台っていうものはちゃんとやってきます。ただ、今はこれをやる時期だっていうので始めましたと。すいません。じゃあ、これは3つ目。ね、わけですね。今だから、ということで。はい、もうじゃあ当てて打ったんで はい。まあ、今だからこそできることで、まあ、それは本当にこのコロナ禍が関係してるんですけれども、まあ、僕、この緊急事態宣言になる前から、基本的に、まあ、コロナの本質っていうのは、やっぱり、情報とメディアっていうものがすごく、恐怖概念が、ちょっと原因だっていうのは、すごく個人的には言ってたんですけれども、やっぱり、この今の時代って、社会の不条理とか、まあ、日本人の本質とか、まあ、人間のダメな部分とか、まあ、そういったものがいっぱい剥き出しになって、こう、すごく混沌としている時代だと思うんですね。で、やはり、こういう時代って、表現者としては、すごく表現欲求が高まる時代だと思ってます。これ僕自身、まあ、やっぱ表現することは好きなんですけれども、やっぱコロナ禍になって、もう個人的にこんな作品作りたいって、仕事全く関係ないですよ。こんな作品作りたいっていうアイデア、毎日のように出てくるぐらい、いろいろこう、創作欲求が高まっていて、仕事進めろって感じですけれども、すいません。で、本当に、今って皆さんこう、いろいろ表現したい創作アイデアが一番出てくるし、いい作品が生まれる時期だと思うんですよ。
とはいえ、レジェンド東京をはじめ、まあ、今、一番その名作が生まれる時期なのに、ダンスの表現者たちが、表現できる、思う存分その戦える場っていうものがないと。で、これちょっとずっと、やっぱ何とかしたいと思ってました。で、まあ、こんなこと始めてますけれども、緊急事態宣言の時は、もう、弊社もぶっちゃけ、本当にすごい数千万近くのお金が飛んだことが分かったので、まあ、僕も真っ青になってた時期があったんですけれども、まあ、そこは、まあ、ずっと借金なので、まあ、なんとか前売りチケットすべて、返済して、で、弊社も1、2年は続けていくことができる、まあ、そのレベルの資金というのは、なんとか銀行からご融資いただいていることができたんですけれども、まあ、そこで落ち着いたときに、まあ、このご融資いただいた資金どうしようって考えたときに、やっぱこのままコロナが収まるまで会社を、ただ延命させてこう待つっていうのではなくて、やっぱり今だからこそできる、まあ、ダンスシーンを盛り上げることをしようと。で、やっぱ創業から15年、まあ、ここまで、皆様応援いただいたりとかご支援いただいて、まあ、ダンスシーンの皆様にすごく恩返ししたいっていう、そういった意味も込めて、ちょっと賞金は今までのレジェンドだと考えられなかったような金額にしようと。で、ゴールデンウィークの時に、まあ、かねてから構想があった、その動画作品コンテストを賞金100万でやろうっていう決意をしたという感じですね。で、なんか、相槌を安いか。はい。いろいろこのコロナ禍でみんなでミーティング重ねていろいろ話してちょっと思い出しました、今。で、賞金、結局150万円ってことになってますけれども、まあ、ちょっと内々お話しすると、これ決してどっかのご企業とかお金の人からご融資いただいているものではなくて、まあ、ぶっちゃけ、我々ジャストビーの自腹で、やってますと。で、まあ、ぶっちゃけ資金以外の援助も引っ掛めて、まあ、3、400万ぐらいこの大会かかるんで、まあ、皆さんからエントリー料いただくんですけれども、エントリー料も2000とか5000に設定してて、決してこれで事業利益出そうと思ってません。もう本当に、一番の目的は、まあ、この試みによって、少しでもダンスシーンをこう表現できる場所を作って元気にしたい。そしてこう、今だからこそ表現したい人たちに、新しい未来をこのきっかけに作りたいっていうのが、やっぱりこう、まあ、何よりですと。でも今本当に安井君、お話された通り、緊急事態宣言中、もう5月、緊急事態宣言中でステイホームの時期だったと思うんですけれども、もうその時もう本当3、4週間かけて、もう必死にオンラインとかマーケティングの勉強、もうゼロからやり直して。で、まあ、その時期もちょうど夏のレジェンドユニバース開催できるかどうか、本当悩んでた時でもあったので、まあ、いろいろ葛藤もあったんですけれども、まあ、なんとか4月10日に企画が発表できて、で、まあ、その後もね、安くエントリーもなかなか集まらなくて、もしかしてすごい無意味な投資をしてるんじゃないかっていう すごい僕も真っ青になって、また悩んでた時期もあったんですけれども、まあ、いよいよ本日、無事に第一歩となる皆様もエントリーいただきましたおかげで、1回目となる A ブロックの、30秒のラッシュ予選っていうのが、まあ、ちょっと開催できることになったわけなんですけれども、まあ、本当にこの初の試みに、エントリーいただいた皆様に、本当にこう、感謝の気持ちでいっぱいです。もう本当に誠にありがとうございました。で、もう本当に繰り返しになりますけれども、決してコロナきっかけだから始めたわけではなくて、ダンスシーンにとって、やはり映像で広げるってことは、非常に未来があって、必要なことで。で、それをやるなら、今が一番チャンスな時期だと思いますんで。だからこそ、この時期、クロニクルっていうものが始まった。という形になっております。ちょっと共有停止しますね。はい、こんな感じになります。よろしく。はい、ありがとうございます。本当にちょっと、まあ、社内的にはすごく頑張って作っている企画になるので、ちょっと A ブロックは、両部門とも締め切りを、迎えているんですけれども、 B ブロック、 C ブロック、まだまだ、これからエントリー、募集をしておりますので、ぜひ皆さん参加していただけると、嬉しいです。